はい、こんにちは。しのぶえ、かぐらぶ演奏者の秋吉沙羅です。今日はちょっと Wi-Fi 持ってくるの忘れちゃったんで、今撮ったのを後でアップしたいと思ってます。生配信ではありません。今日はニコとティッチアナちゃんが連れてきてくれたのがプールです。なんかちょっと田舎の方、まあ、車で少し走ったとこなんですけど、田舎の方に来てて、この辺はその別荘っていうか、そういうのが多い場所だそうです。で、そのなんかプライベートの、プールとか、子供のちょっとアスレチックとかあるような場所に今遊びに来てて、今うちの6歳のお姉ちゃんは、イタリア人の9歳の女の子と仲良くなって、泳ぎ方を習ったり、いろいろ二人で楽しく遊んでいます、プールで。はい。まあなんかこんな感じで遊んでいます。はい。それで、うちの、ベベちゃんは今、ここで寝てます。はい。もうひとしきり、二人ともいっぱい浮き輪に乗ってプールの中でぽちゃぽちゃ遊んで、今はちょっとこういうゆっくりした時間を私は過ごさせてもらっているところです。なんかティッチアナちゃんに聞いたんですけど、こっちの方は夏に全然雨が降らないそうで、ずっと晴れてるそうです。すごいですね。で、まあ湿気はそんな日本ほどはないんですけど、少しあるかなっていう感じで、で毎日晴れてて、こう海とかね遊びに行くような感じで、すごくいいなと思います。でさっきティチアナちゃんに質問されて、私ずっとこういうのかぶったりとかして日よけしてるんだけど、やっぱ日本の女の子はそうやって太陽から自分を守ってるのかって聞かれて、そうだよって。で逆にイタリア人はなるべく黒くなりたい、いっぱい太陽に当たって黒くなりたいからみんなそうするんだよっていう話をしてて、全然違うねっていうのをさっき二人で話してました。もうなんか昨日ですね、まあ顔とか日焼け止めしてたり、まあこういう帽子かぶったりして気をつけてたんですけど、結構大変ですね。足太ももとかちょっと塗ってたんだけど多分落ちちゃってて、もうねすごい真っ赤になっちゃって、昨日お家に帰ってきた、なかなかすごい状態で、今もピリピリしててとっても痛いです。まあでもやっぱ海に比べて、まあプールは昨日ほどの感じもなく、結構快適に遊べてます。やっぱ砂とかあると大変ですよ、海はね。子供のこと洗ってあげるのも結構大変ですけど、まあプールならね、そういう、あ、切れちゃった、何が、紐、何か浮き輪に問題が起きたようですけど、まあ大丈夫だと思います。もう本当に面白い子供さんで、その今うちの子と遊んでくれている9歳のイタリア人の女の子は、一番最初人懐っこく私が3人でね、子供と3人で泳いでたら、なんか話しかけてきてくれて、イタリア語だからよくわかんなくって、で後でニコが教えてくれたんですけど、私と6歳の子とその1歳の赤ちゃんが3人が兄弟だと思って、私がお母さんだなんて思わなかったらしくて、兄弟で遊んでいる一番上のお姉ちゃんに話しかけてたつもりだったらしくてびっくりしました。はい、で私がお母さんなんだよって言ったらめちゃくちゃびっくりしててニコはすごいなんか若く見えるからだって言ってたけど、まあ日本人あるあるですよね、ほんとね、海外でこうすごく幼く見えるという、はい、まあ子供が言ってたことなんで本気なんだと思います。はい、ありがたく受け取りたいと思います。はい、というわけで今日は、ゆっくりプールで遊ぶ日ということで、今来てるのはアンドレアっていう、町ですね。そこから少しだけ離れた、車でどのくらいかな、10分15分ぐらい行ったところですかね。はい、の、素敵な、プールに今来てる感じです。なんかこのプールサイドだけじゃなくて、実はちょっと今見えないんですけど、子供のアスレチック
とかも、設置されてる場所があって、このプールで遊び終わったらそういうアスレチックの方にも行って遊んでみたいなと思っています。というわけで、まだイタリアに来て1週間過ぎてないんですけどね、結構濃い日々を過ごさせてもらっております。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオー。